昨日はまんまと騙されましたね、皆さん。お久しぶりです、山田です。今日こそ本当のワーキングプロジェクト大発表の日。ついにワーキング第2期が決定しました。第2期は皆様お待ちかねの山田が主役です。山田による山田のための山田に関する山田まみれの山田が送る、その名もヤマーキングがついに始動です。嘘をつくな、山田。エイプリルフールは昨日で終わりだよ、葵ちゃん。高梨さん、種島さん。じゃあ何が始まるって言うんですか？重大発表って何なんですか？だからアニメワーキングの2期だよ。ヤマーキングだとずっと信じていたのに。ずっとドキドキしてたのに。葵ちゃん落ち着いて。ドキドキすぎてぐっすり眠ってしまいました。ぐっすり寝たのかよ。やだやだ、ヤマーキングじゃないとやだ。お前にはラジオがあるだろう。ラジオだけじゃ物足りないです。だって山田一期の時は半分からしか出てないんですよ。だから二期は山田が主役だっていいじゃないですか。強欲だね、葵ちゃん。山田、そんなわがままばっかり言ってるから、関係者の皆さんが山田うるさいから外そうぜってなって、お前の出番がなくなるとかなんとか。山田いい子にします。プロジェクトの一番偉い人は誰ですか？山田、ちょっと偉い人を探してきます。一応っと、これで落ち着いて告知ができますね。そうだね。皆様大変お待たせいたしました。ついにアニメ第2期が決定いたしました。アニメ2期に伴ってイベントの告知やキャラクターソングの告知も出ましたね。うん、アニメ2期も皆様に楽しんでいただけるように関係者一同頑張ってまいりますので、引き続き新情報とともにワーキングをよろしくお願いします。あ、先輩が画面から消えた。ということは2期はどんどん先輩が縮むってことですね。